プラモデルが完成する瞬間、そこには何者にも変えがたい喜びが生まれます。思いを巡らせ、手間を惜しまず、物が形になっていく楽しさはプラモデルの醍醐味です。数限りないプラモデル、果てしない夢の世界から自分だけの作る喜びを探してみませんか。きっとまだ出会ったことのない驚きや発見、そして夢を現実にするためのヒントが眠っていることでしょう。今回はこれまでに扱ったことのないテーマでお送りする特別編。人気メーカー全面協力のもと、ついに足を踏み入れた禁断のテーマ、それは美少女フィギュア。魅惑の妖精美少女フィギュアの世界。近年爆発的な人気を集めている美少女フィギュア、今やその人気は日本のみならず海外にも飛び火するなど、現代の日本文化を語る上で欠かせない存在としてさらなる加熱ぶりを見せています。アニメやゲームなどのキャラクターをモチーフにしたものが多い美少女フィギュア。個性的でバラエティに富んだ様々な種類のフィギュアが存在します。その種類は大きく分けて塗装済み完成品とガレージキットという2種類があります。塗装済み完成品とはその名の通り、塗装された状態で組み立てる必要のないフィギュア。一方ガレージキットとは、塗装されていないパーツを自ら組み立てて製作するキットのことを言います。今回番組ではより深くフィギュアの魅力に迫るため、このガレージキット、それも原型制作から始めることが一番だと決断しました。そこで老舗フィギュアメーカーのことぶき屋と番組がタッグを組み、ゼロからの美少女フィギュア作りをスタートしました。こんなこともやってますよっていうふうなことは、まずはキャラクター開発の打ち合わせ。魅力的なキャラクターを生み出すべく、デザインサンプルをもとに開発のための様々なアイデアが飛び交い、番組とメーカーの真剣な議論が交わされます。だからその番組放映前に原型を出していいのか何とかっていうところにも感じたかったんですけど、より多くの人たちを引きつける魅力的なキャラクターとはどんなものなのか。今回は全然違うと思いますけどね。設定が欲しいな。議論を重ね、番組としてフィギュア制作を見せるべく制作のポイントが挙げられました。ポーズや衣服に動きをつけることや、体や衣服に質感の違いを持たせることなどが挙げられました。こうして決まった方向性、そして今回のキャラクターのデザインを手掛けたのはデザイナーミシー。ザンマ体制デモンベインのキャラクターデザインで一躍脚光を浴びた人気デザイナー、現在はゲームやアニメなどにその活躍の場を広げています。そんなニシーが手掛けた今回のデザイン、一番心がけたのは人の目に留まるよう派手さを出すこと。まず強烈な印象を与えることが狙いだったといいます。そのデザイン第一項とは、真っ白なコスチュームとブーツを身にまとった少女が武器風のエアブラシを持って大胆なポージング。またコートの裾部分に切れ目を入れたことで空間的な広がりを意識したデザインとなっています。
そしてこのキャラクターを立体化するのは、原型師白髭作る、寿屋を代表するベテラン原型師。その作品は多くの専門誌に掲載され、美少女フィギュアの世界でその名を知らしめます。細部にまでこだわるディテールの緻密な表現力が白髭作品の魅力です。では白髭さん、デザイン画です。はい、あ、いいですね、色っぽい感じで。そうですね、作りがいありますね。これはメリハリの効いた色っぽいボディラインですね。でこれをまず再現しようと思います。でさらにですね、この服と肉体のその素材の質感の違いを出して、本当に服を着ているように見える、そんな感じを狙ってみようと思います。まずは原型の元となる人型を作ります。使用するのはポリパテ、ペースト状のポリパテに硬化剤を混ぜて使っていきます。で、攪拌します。硬化剤を混ぜ合わせたポリパテを人の形をしたシリコンの型に持っていきます。結構いっぱい盛るんですね。そうですね、ちょっと溢れさせるぐらい入れてあげて、ちょうどたい焼き作る時みたいな感じですね。でこれを合わせます。で余分な分はこうやって端から勝手に出てくるので、パテがしっかり固まるまでドライブースでおよそ1時間乾燥させます。そして今回製作する8分の1スケールの人型を取り出します。それであとはこのバリをざっと全部取っちゃいます。ビーターで関節に切れ目を入れます。切れ目はだいたい半分ぐらい切ってあれば、あとは折っちゃうので、全ての関節が切り離されました。このバラバラになったパーツにこの導線を通して、それでポーズをつけていこうと思います。この導線が体のパーツをつなぎ合わせる関節の役割を果たします。柔らかくしなやかなポーズを作るための重要な作業です。これは何を見てるんですか？そうですね、腰位置と足の接続位置の関係でどの程度の長さかっていうのを今確認しているところです。等身大にコピーしたデザイン画と原型を見比べ、体のバランスを取ります。ここから白髭は今回のポイントでもある動きのあるポーズにどのようにして変化させていくのでしょうか。一度ポーズを決めると後に修正が難しいため、慎重にしかし
手際よく作業する白ひげ。銅線で作った関節を折り曲げ、直立不動だった原型に表情が加わります。ポーズをつける上でのポイントは、この平面のものから実際の 3D の立体に起こすんですけど、その際気をつける点として、この絵の重心はどこにあるのかっていうのと、あとは関節って動く方向はある程度決まっているので、その関節に無理がないかっていうところ、その2点を気をつけますね。重心と関節を意識し、滑らかで動きのあるポージングが完成しました。ポーズが決まったら関節にポリパテを盛ります。硬化剤と一緒に混ぜるのは瞬間接着剤。そこにはどんな理由があるのでしょうか。パテを早く固めるっていうのと、あと食いつきを良くするために入れてます。銅線にパテを盛ります。さらに大まかな体のラインを出すため、パテで肉付けしていきます。微妙なライン出しのところは、で指使って盛ります。ヘラとかでもいいんですけど、指が一番使いやすいんです。女性ならではの肉付き、そして繊細なボディラインを出します。顔の左右対称を意識して削ります。フェイスラインができました。続いて胸に肉付けします。位置や大きさに気を配りながらパテを盛ります。ポーズでは左腕に胸が押されているため、左右の胸の形状に注意します。盛っては削る、この作業を繰り返し胸のラインが形成されます。大まかな肉付け作業が完了。ペーパーで表面を削り、滑らかにしていきます。体の線を意識しながら、丁寧かつ大胆に。指先に神経を注ぎます。スポンジヤスリで、きれいな曲面を出します。このフィギュアはパーツを組み立てるガレージキットになるため、一旦体を切り離していきます。分割する箇所が決まったら、リューターで切断。
慎重に切り離します。分割が完了。ここからさらに細かな工程に入ります。じゃあ、顔の表情をつけていきます、はい、この顔のバランス、はい、で表情はこちらの感じでいこうかなと。ちょっと強気な感じと、あとはなんかいたずらっぽい感じみたいな、こんな感じがこの絵からは感じられるので、それを目指していこうかと思います。強気でいたずらっぽい顔、よりそのイメージに近い表情を形作るため、平面のデザイン画を頭の中で3次元に変換してラインを書き込みます。下絵ができたら削っていきます。わずかな違和感が表情のニュアンスを大きく変えるため、刃先に全神経を集中させます。徐々に強気でいたずらっぽい表情が形を成していきます。髪の毛をつけて表情とのバランスを見ます。ここで白ひげならではの技、マスキングテープをまだ固まっていないパテに直接貼り付けてしまうのです。つけて、そしてテープにもパテが盛られていきます。ふにゃふにゃしててやりづらくないですか。そうですね、まあとりあえずは全然ラフなので適当でいい。これで固まるまで待ちます。今回の造形のポイントとして隙間をちょっと強調したいと思います。隙間の強調とは、髪の毛と顔の間に隙間を作ることによって立体感を持たせるのだといいます。生え際は、まあ、当然髪の毛が生え始めるところなので、くっついてないと、ここだけはくっついてないとカツラみたいになっちゃうので、こうただ隙間を作ればいいんじゃなくて、隙間の空いてるところと隙間のないところっていうのを考えながら、バランス見ながら削っていくって感じですね。手を入れるところと入れないところを意識してメリハリをつけます。髪の毛と顔の間に隙間が生まれ、立体感が増しました。髪がふんわり自然に見えます。さらに髪の毛の形と動きをつけていきます。立体的な髪の毛が形成されました。続いて取り掛かったのはこのブーツ。ブーツと太ももの間に髪の毛と同様隙間を作り、あたかもブーツを履いているかのように見せます。まずはブーツと密着する太もも部分を削り込んでいきます。
ボディラインを生かしながら履いているように見せるのです。次に太もも部分にポリパテを盛ります。体とブーツのラインを区別するため、あえて色の違うパテを使用していきます。デザインナイフで形を出します。削り込みすぎてボディラインに影響しないよう注意します。ノギスで厚さを測ります。その理由とは、厚さがあまりないと、生産できないので、薄すぎるところが穴になっちゃったり破けちゃったりするんですね。ちょっと薄すぎましたね。やり直します。あ、壊したんですか。そうですね、ちょっと薄すぎたので。へー、本当は一発で成功するのが理想なんですけど。薄くするのは簡単なこと。しかし生産できる限界ギリギリの薄さを目指すことで、本物らしいスケール感を出すのです。そして出来上がったのがこちら。隙間が施され、ブーツと太ももの質感の違いが表現されました。さらに動きによってできるシワを作ります。衣服が持っている素材の質感によりリアリティを持たせるため、ディテールを作り込んでいきます。指先で段差を鳴らし、自然に見えるようにします。仕上げにペーパーで表面を整えます。素材感が増し、まるで本当にブーツを履いているかのように仕上がりました。胸も同様に隙間処理によってボリューム感が強調され、本当に服を着ているかのような立体感が出ました。作業が続く中、白ひげのもとに新たなデザイン画が届きました。これ修正版のデザイン画上がったんですけども、はい、すごいいいですね。はい、かっこいいんですけど、すごい複雑でこれ大変ですね。はい、あ、すごいです。作りがいありそうですね。そうですね、それはすごくありますね。第一稿から数回の修正を繰り返して、ついに決まったデザイン。色白の肌に変更され、服や髪の毛に彩りが加わりました。さらにエアブラシはディテールが描き込まれ、より複雑に、よりメカニカルな要素が加えられたエアブラシを見て、白ひげの闘志に火がついたようです。手にしたのはプラ版。大体の大元の形ができました。フィギュアの時とは違い、こちらは一つ一つ正確に寸法を測っていく白ひげ。このエアブラシのような直線的で硬いものは、きちんとサイズを測って製作する方が質感を出しやすいと言います。続いてコンプレッサー型のキャラクターの制作に移ります。旋盤でレジンキャストを削り成形します。
によって道具を使い分ける白ひげ。感覚だけを頼りにペーパーで曲面を作り出します。およそ10分で頭の形が完成。ディテールアップパーツをつけて仕上げ、メカニカルで重厚感のある武器風のエアブラシが完成。続いてこのキャラクターの特徴でもある猫の耳。ブーツなどと同様、髪の毛や頭のラインを削り込まないよう黄色のポリパテを使用します。硬化した後形を削り出します。何見てるんですか？この猫の耳って割と薄いんですね、はい、光に透けてこう耳が透けて見えるんですよ、その感じを出せたらなって思って、ちょっとここを薄く今透けてますけど、あ、端っこの方とか。そうですね、これでこの猫の耳っぽい感じが出て可愛くなるかなと。光にかざした時に耳が透けるよう限界の薄さまで削っていきます。ペーパーで表面を削り仕上げます。耳が透ける感じになりました。多分これよりも色が白くなるので、はいはい、さらに今の状態よりもこうくっきりと透ける感じになると思うんですよね、完成品の時は。白ひげは塗装後の完成した姿を見越してベストだと思われる状態まで猫の耳を削り込んでいます。続いて白ひげにとってこだわりのあるという手の製作。まずピンバイスで5つの穴を開けます。一度開けた穴をパテで埋め、 0.5 ミリの真鍮線を差し込んで指を作ります。エアブラシを支える手の形状を見ます。そして指の関節を適当な形に曲げていきます。徹底的にディテールにこだわり、白ひげならではの繊細な技術が遺憾なく発揮されます。形が決まったら肉付け作業。サイズ 2.2 センチの女性の手を物の見事に表現していく白ひげ。女性の骨格や肉の付き方まで計算された手の完成です。関節まで美しく再現されました。服のヒラヒラした裾の部分ですね、これをつけていきます。
でいろいろこう動きをつけてですね、こう全体の表情をつけていこうと思います。コートに動きをつけるために白ひげが考案した方法は、まず型紙でビニールにアウトラインを描きます。そしてビニールを切り出します。取り出したのはエポキシパテ。ウェーブエポキシパテ、取材と硬化剤を混ぜて使用します。柔らかく練りやすいパテ、また軽い点からも大量の盛り付けに向いている優れもの。パテを貼り付けます。ビニールがパテの形を維持させると同時に体に付着させない役割を担うのです。パテの厚さを均一にしていきます。腰に巻きつけ仮止めし、動きをつけていきます。目指すのはデザインのポイントでもあった空間をダイナミックに生かす動き。しかしここで問題が。ちょっと形が維持できないですよ。割と柔らかくて薄べったくて長いので、なので固まり始めたあたりでこれの形をつけて、こう無理やりその形に固めます。余ったパテの硬さを指で確認しながら硬化し始めるタイミングを待ちます。パテが硬化し始めました。マスキングテープで動きをつけたパテの形を維持させます。コートの形状が決まりました。材料の特性を生かしたイメージ通りの動き。完全に硬化したらビニールを剥がします。そしてリューターで成形。デザインナイフで整えます。コートが完成しました。まるで正面から風が吹いているかのような躍動感。デザイナー西井の空間をダイナミックに生かしたいという狙いが白ひげの手によって立体化されました。続いて首元を飾るファー。素材の持っている質感を最大限に表現するため適切な材料を使用します。毛の質感が形作られていきます。表情の印象を左右する眉毛を仕上げていきます。白ひげの狙いでもある
強気でいたずらっぽい表情が仕上げられます。全てのパーツが完成しました。各素材のリアリティが反映され、バラエティに富んだパーツ。一つ一つ妥協なく高い技術で作られました。全てのパーツにサーフェイサーを吹き、表面処理をしていきます。1回目の吹き付けは傷や気泡を確認するため、薄めに希釈したサーフェイサーを吹きます。ペーパーで表面を整えます。随分細かいところまでやるんですね。できるだけ滑らかなラインに、自然なラインにするのにちょっとこの辺は気を使いますね。そして2回目の吹き付けで最終仕上げ。表面が滑らかになり、形状や質感があらわになりました。丁寧な作業を繰り返してきた証です。全てのパーツを組み上げます。完成です。原型が完成しました。強気でいたずらっぽい表情、限界の薄さまで削り込まれた猫の耳、隙間を作り、衣服と肉体の質感の違いを強調。細部にまで精密に成形された模様。シワを作ることで素材感が生まれました。動きにこだわったコートが空間をダイナミックに演出しています。柔らかい肉体とは対照的な武器風のエアブラシは直線的で重厚感のあるフォルム。一つの作品の中に全く違う要素を組み合わせることで、メリハリが効いた印象をもたらせてくれます。そしてこの多彩な魅力を持つ原型に塗装を施し、命を吹き込むのは フィニッシャー西山幸男。寿屋を代表するフィニッシャーである西山は、製品見本を手掛けると同時に、その作品は専門誌に数多く掲載され続けています。得意とするジャンルはリアル系フィギュア。ヒゲさんの要望としてはどの辺なんですか？西山が塗装を施す前に、原型師の白ひげからポイントの申し送りが行われます。ブラックメタリック製作のポイントのおさらいや、塗装を見越して原型製作した箇所について
白ひげがイメージを伝えます。光る、まあ、蛍光でもいいのか。あとは耳はまあ白、まあ、耳は白、あ、そうか、耳先は白いんだよな。原型師のイメージを最大限に生かすことが自分の使命と西山は言います。じゃあそんなわけで、はい、あとよろしくお願いします。はい、お預かりします。プラモ作ろうホームページも必見。これまで制作した傑作プラモデルの数々をプレイバック。スタッフによる制作秘話から最新情報まで充実。プラモデル好きならぜひアクセスを。原型パーツをかたどったものに塗装するため、まずパーツを複製します。複製にはこのシリコンの型を使用します。シリコンの型の中にレジンキャストの原液を流し込みます。原液を流し込んだら真空脱泡機で気泡ができないよう空気を抜いていきます。取り出してからおよそ5分で硬化が始まります。ドライブースでおよそ1時間乾燥させると完全に硬化したレジンキャストが出来上がります。こうして完成した複製パーツ、白ひげが原型製作で作り出した細かい部分も忠実に再現。このパーツに西山が塗装を施していきます。では西山さん、複製パーツが上がりました。はい、どうもです。まずは複製パーツの出来栄えを確認。細かいところまで抜けていて非常に高い再現度で上がってきました。いいと思います。今回のテーマは、色の塗り方によって様々な質感や、素材感を、塗装で表現していけたらなと思っております。果たして西山はどのような塗装で素材や質感の違いを見せていくのか。まず西山が取り組んだのは肌や衣服などのパーツを大まかに分けること。質感が異なるパーツを別々に塗装していくためです。パーツを複製するときにできた不要なバリなどを取り除きます。続いてサーフェイサーを念入りに吹き付けます。1回目の吹くやつはあくまでも傷を見るだけなので、傷とか、まあ、段差、パーティングラインとか、だからほんまがっつり吹かないんです。薄く均一に吹いた1回目のサーフェイサー。サーフェイサーを吹くことで滑らかな表面が現れ、原型で作り込んだ細かいモールドやシワなどもはっきりと浮かび上がりました。
あ、これですね。あ、パーティングラインありますね。はい、こうサフを吹くことでこうやってこう見えるようになるんですね。不要なパーティングラインが現れました。これにペーパーをかけて削り、表面を滑らかにしていきます。そして1対1の割合で溶剤と希釈した仕上げのサーフェイサーを吹きます。それでは肌色部分の、下地処理をやっていきます。肌色部分には、サーフェイサーは一切拭かないで、代わりに、これを使っていきます。マルチプライマー、はい、サーフェイサーじゃダメなんですか？サーフェイサーを使ってしまうと、キャスト地自体のこの綺麗な透明感っていうのが死んでしまうんですね。で、透明感ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、光にかざすとこの目の周りが透けてるのが分かると思うんですけども、はいはいはい、はい、これをこう生かすようにして下地処理をしていきたいので、この透明の下地処理剤であるこれを使うわけですね。スーパーマルチプライマー、レジンキャストはもちろん、金属など様々な素材に適している下塗り用スプレー。無色透明で塗料の食いつきを高める優れもの。これ何やってますか？これはですね、このカンカンのまま吹いてしまうとデローとなってちょっと汚くなってしまうことがあるんですね。缶のまま吹きつけると塗膜の厚さにムラが出やすいため、エアブラシに移し替えます。肌色の部分の下塗りが終わりました。パーツの白が生きたまま光沢を持っています。素材が持つ質感の違いによって的確に処理を施します。続いてパーツに白を吹きます。白を吹く理由は主に発色を良くし、色の劣化を防ぐためです。細部にまで白が行き渡るよう均一にまんべんなく吹きつけていきます。いい感じですね。綺麗に吹けました。こうやってこうツヤツヤピカピカになってるっていうのは、こう綺麗に吹けたっていう証なんですね。こうムラムラに吹いてるとこういう風な感じにはならないので。白が吹き終わりました。光沢が増しツヤが出たパーツ、西山のきめ細かい塗装技術が最大限に生かされました。またサーフェイサーを吹いたものとレジンキャストの白を生かしたものの発色の違いがこちら。続いて肌の塗装へ。使用するのはキャラクターフレッシュ。西山はどのように人肌を表現していくのか。試し拭きをして塗料の出方を確認。まずは薄い濃度でベースとなる塗装を施します。特に肌の色は一定の色合いではないため、職人の腕が試される作業です。
この写真は何を見てるんですか。実際組んだ状態の写真を見ながらどういうふうにこう車道が回り込むかっていうのを見てます。実際組み上がったところをある程度想定しながら塗っていかないと自然な感じにはできないのです。組み上がった状態で光が当たる部分と影になる部分を確認します。自然な立体感を表現するためには欠かせない確認作業です。さらに影になる部分を塗装していきます。肉体の凹凸によって影になる部分に色をのせていきます。肌の質感を出す一番のポイントはとにかく柔らかい質感を強くイメージして吹きつけることと西山は言います。肌の塗装が完了しました。パーツの形状によって濃淡がつき自然で柔らかい質感の肉体に変化しました。肌の塗装を保護するためスーパークリアーを拭きます。こちらもエアブラシに入れ替えて使用。ゴミなどが付着していないか確認して拭きます。肌色にツヤが生まれ光沢を身にまといました。これからこの白いパーツたちを塗っていきます。同じ白いパーツたちなんですが、それぞれの、物の素材感や質感の違いなどを塗装で表現していきたいと思います。一見色は同じ白ですが、それぞれの衣服の素材の違いによって別々の質感を表現していきます。まずはコート、パーツを組んだ状態で塗装します。ではひらひらはレースクイーンが着てるようなこうエナメルのピカピカした感じでいこうと思います。コートはエナメル素材を表現。ベースとなるホワイトに少量ずつさまざまな色を調色していきます。イメージする色を作り上げるため手際よく調色。西山の経験値がものを言います。これですね。はい、しました。ホワイトの上に試し拭きして色のバランスを確認。拭きつけるのはシワなどによって影になる部分。微妙な色の変化をつけていきます。こちらも組み上がった状態を確認。
仕上げにクリアーを吹いてコーティング。ただの白ではない、動きのある光沢を持ったエナメルの質感が表現されました。続いてロンググローブ、まずは先ほど作ったコートと同じ色を吹き付けます。こちらも影になる部分を濃く、光が当たる部分は薄く塗装していきます。ベースとなる色の塗装が終わり、質感を出すためにさらに一工夫。この上からさらにホワイトパールを吹いていって、ホワイトパールを吹いた上でツヤをちょっと落としてやって、こうしっとりとキラキラした感じで、まあシルクみたいな、こう高級そうなイメージをちょっとやってみたいと思います。シルクの素材の質感を出すため、キラキラと光沢のある粒子が入ったホワイトパール、西山の狙い通り、より高級感のある色合いを出すことはできるのでしょうか。さらにスーパークリアーの艶消しで発色を調整。ロンググローブの塗装が完了。高級感あるシルクの質感が現れました。では引き続いてブーツ塗っていきます。ブーツっていうのはレザーなんで、レザーっぽい塗装っていうのをちょっとやっていこうと思います。でちょっとこちらを見てもらえますか。このひらひらと、あとまあ手袋があるんですけども、こいつらを塗った塗料っていうのがこの5色なんですが、今回ブーツを塗るにあたってちょっとこのニュートラルグレーを多めに使ってやることで、素材感の違い、レザー感っていうのをちょっと出していこうかなと思います。レザーの素材感を引き出すため、西山が考えたアレンジ、ニュートラルグレーを多めに入れることで、コートとグローブのベースとなった白の発色を抑えます。ブーツの色が調色されました。ブーツも同様に、影になる部分と光が当たる部分の濃淡を意識して吹き付けていきます。そしてスーパークリアーの半光沢で艶を調整。白の発色を抑え、レザー素材の質感が表現されました。ベースはどれも同じ白、しかし塗り分けることで全く別のものに変化していくのです。塗り分けは塗装の難しいポイントでもあり、醍醐味でもあります。それでは、肌色にかかってくる部分のマスキングをしたいと思います。部分としてはこちら、このガーターベルトだったり、この腕のこのこいつだったり、まあ、あとはまあこの辺だったりするという、まあ、非常に厄介なやつですね。マスキングテープは
すでに塗った肌色が剥がれないよう粘着力を落としてから貼り付けます。まずは大まかにマスキング、面積の広い部分から大胆にテープを貼っていきます。続いて細部にマスキングを施すための準備。まずマスキングテープをさまざまな形状に切り出します。あらかじめマスキングする部分の形状に合わせて用意することで効率よくマスキングができると西山は言います。隙間のないよう確実に貼り付けます。地味で根気がいる作業。しかし細心の注意を払って作業します。さらにマスキングゾルで厳重にマスキング、塗膜が丈夫なゴム質のマスキング剤、隙間から塗料が侵入してくるのを防ぎます。これ塗らないでやるとごく稀に事故なんですけども、こう塗料がこう入り込んでしまって下地をちょっと犯しちゃうことがあるんですね。それでまあ念には念で一応マスキングゾルで完璧にコーティングしてやるんですね。肌の部分が犯されぬよう完璧にマスキングします。続いて太ももや腕などの複雑な衣服の模様を塗装します。まずはベースとなる色の塗装を行っていきます。左右のバランスを確認しながら色をのせます。ベースとなる色の塗装が完了。ファーにも同じ色を吹き付けていきます。クリアでコーティング。乾燥を待ちます。西山に塗装の面白さについて聞いてみました。塗装の面白さ、そうですね、塗装する前まではこう単なる素材のまあゴロンとした塊だったものが塗装することでさもこうそれらしく素材がこう化けるっていうか、そういったところなんじゃないですかね。素材にリアリティを持たせる西山の塗装技術が光ります。乾燥後さらに細かくマスキングをしていきます。正確さを求められる作業、わずか数ミリの複雑な模様にも丁寧にマスキングテープを乗せていきます。
このように気が遠くなるような作業も無心で黙々とこなす西山。原動力は職人としての心意気。マスキングが細部にまで完璧に施されました。そして色の濃い部分を塗装していきます。マスキングを剥がし塗装状態を確認。その出来栄えは、ああでもええ感じですね。いい感じですか。ええ感じですよ。美しく仕上がった模様が現れました。丁寧で確かな仕事が出来栄えの良さにしっかりと反映されています。フィギュアの印象を最も左右するとも言われる肌の色も一切塗料が侵食せずに仕上がりました。続いて猫の耳。原型の段階で光が透けるほど薄くリアルに作ってくれていますので、それを塗装の仕掛けでさらに効果的に、毛細血管が透けて見えるような感じを狙っていきたいと思います。マスキングに使用するのは練り消し。パーツとの間に若干の隙間ができる練り消しを使うことで、あえてそこから塗料を入り込ませ境界線の色をぼかすというのが西山の狙いです。そしてクリアー系の塗料を調色。そのチョイスにはある理由がありました。実はクリアー系の塗料は光にかざすと透けやすいという特徴があるのです。目指すのは毛細血管が透けて見えるような猫の耳。そのため少しずつ繊細に色を吹きつけていきます。西山がイメージするニュアンス、スーパーマルチプライマーを重ねます。まるで毛細血管が透けているような質感が再現されました。しかし西山がイメージする猫の耳の塗装にはさらなる仕掛けが用意されていました。この耳のところに、白を吹き重ねていきます。赤を消しちゃうっていうことですか。まあパッと見はそういうことなんですが、まあ効果は後ほど。白を吹き重ねあえて塗装した面を覆ってしまう、その効果とは。猫の耳が完成。光にかざしてみます。原型師とフィニッシャーのチームワークが発揮されました。どうよ。いいですね。いい感じだと思います。はい。
続いては髪の毛の塗装。動きや羽がある髪の毛に色を加えるとどのような印象になるのか。明るく色鮮やかな髪の毛が表現されました。それでは次はこのエアブラシを塗っていきます。イラストはまあ単色に近いグレーなんですけども、ちょっとアレンジをさせていただいてメタリックで攻めていきたいと思っております。この女の子特有の柔らかい感じと、でまあこのエアブラシのメカっぽい感じの、まあ、対比がうまく出せるんじゃないかなと思います。まずは黄色い部分の塗装、スーパーゴールドを吹きます。その上からクリア系の塗料を重ねます。深みのある金色に仕上がりました。それではですね、このエアブラシのメタル塗装をしていきたいと思います。まず銀を吹いていきます。シルバー系の塗料はいろんな色を吹き重ねれば吹き重ねるほどくすんでいってしまうという特性がありますんで、あらかじめ銀の中に、まあ、いろんな色を混ぜ込むことによってその塗料の持っているメタリック感を殺さないような塗装をしていきたいなと思っています。比べてみると、あらかじめ調色したシルバーの方が発色がいいことがお分かりでしょうか。メタリック感を出すために調色した塗料、まずベースの色となるシルバーを塗装します。続いて色の濃い部分を吹いていきます。柔らかいものは柔らかく、硬いものは硬くとイメージしながら塗装するという西山。こんな感じだと思います。よいしょ。武器風のエアブラシが完成。デザイン画のイメージは残しながら、あえてメタリック系の塗装を施したエアブラシ。フィギュアの柔らかい印象とは対照的な、どっしりとした重厚感のある質感が表現されました。そして塗装は顔へと移ります。まあ、よくある言葉ですけど、まあ、人形の命は顔っていうのがやっぱりあって、その通りだとは思うんですね。やっぱりそこは一番こう緊張するポイントなんですね。緊張するところであり面白いところですよね。西山はこのキャラクターにどのような命を吹き込むのでしょうか。ポイントとしては、小悪魔風の強気な目の表情、そして瞳の中にグラデーションを施すことによって、透明感と奥行きを持たせたいと思います。西山はどのように小悪魔風の表情を仕上げるのでしょう。まずはまつげを描きます。
不要なラインはシンナーで修正していきます。目元は特にフィギュアの表情を決定づける箇所、うっすら表情が浮かび上がりました。続いて眉毛、髪の毛の色に近い色を使用しますが、表情がより強く引き立つよう若干濃い色で描きます。いいな。これで瞳もいっちゃいましょう。コマっぽい強気な感じっていうのが出てるんじゃないですかね。瞳の塗装、まずはこのキャラクターがどこを見ているのか目線を決めていきます。少しでも位置を間違えればキャラクターの表情を台無しにしてしまうため、慎重に筆を入れていきます。次は瞳の輪郭、目線のポイントを中心に大きさなどに注意して描きます。次は瞳にグラデーションを施す作業。ここで一つの塗装皿の中を仕切り、この中で濃い色から薄い色まで調色するというのです。4色のグラデーションが調色されました。まずは一番薄い色から描きます。次は一番濃い色、まず薄い色と濃い色の上限を決め、中間色で調整していくのです。濃さの幅が決まりました。そして2番目に濃い色、表情に変化が現れ始めました。より慎重に作業をするため取り出したのは、これ何なんですか？あ、これはミスターリターダーといいまして、まあ、筆塗りにはまあ欠かせないものなんですね。ミスターリターダーマイルド、塗料の乾燥を遅らせ筆ムラを防ぐ添加剤、また塗膜を滑らかにし光沢色の度合いをアップさせるという優れもの。最後に2番目に薄い色でグラデーションを完成させます。グラデーションが完成。グラデーションを施すことによって
立体感のある瞳が表現されました。中央部分に瞳孔を描き入れて仕上げます。小悪魔風の表情が出来上がりました。西山の手によって生み出された透明感のある目。仕上げに衣服の墨入れを施し、立体感とメリハリを演出します。溝が強調されました。パーツの塗装が完了。質感を塗装の塗り分けで表現したことで、どのパーツにも感じるリアリティ。これらのパーツを組み上げていきます。キャラクター開発というゼロの状態から始まったフィギュア制作。デザイナーと原型師、それにフィニッシャーが丹精込めて作り上げ、新しい命を生み出したのです。完成です。オリジナル美少女フィギュアの完成。開発から完成までこだわり抜かれた作品。透明感あふれる瞳にはまるで感情があるかのような強気で小悪魔風の表情が生き生きと表現されています。光にかざすと毛細血管が浮かび上がる猫の耳はフィギュアとは思えないリアリティ。まるで体温を宿しているかのようなきめ細かな肌。奥行きが表現された胸の隙間はボリューム感を演出。細部まで作り込まれた模様や造形は技術の高さを感じさせます。エナメル素材のコートはまるで風になびくような動き。レザーのブーツはシワまで秀逸に再現され、足元を美しく飾ります。高級感のあるシルクのロンググローブは女性らしいしなやかな腕を強調。そして柔らかく美しいボディとは対照的に、メカニカルで重厚感のある武器風のエアブラシが作品の印象を引き締めます。オリジナルフィギュアとして制作されたアイル。まるで今にも動き出しそうなその姿。究極のフィギュアの誕生です。
自分の手で作る魅力、それは作る人の想像や工夫、そしてこだわり。作り方は違っても楽しさに差が出るわけではありません。皆さんも思い思いのキットに夢を描いてみませんか。必ずや新しい発見が待っているはず。何物にも代えがたい喜びは、作ることを愛する人の数だけ存在するのです。